マスユンさん、新少林寺、面白いから見てくださいね。そしてですね、ジャッキー・チェンの出てくるベストキット、これもね、なかなかいいですよね。ジャッキー・チェンっていうのは、その日常の動きの中にカンフーが入っていたりするんですよ。その動きっていうのがすごくコミカルでね、ついつい真似したくなっちゃう、そんな技ですよね。で、まあカンフーとかね、英春拳もそうなんですけども、広くこれは武術っていうらしいです。武術っていうのは正確な動きをするととっても美しくって、その美しさの中に強さがあり、強さの中に美しさがあるということらしいんですよね。で、どんなこともそうなんですけども、芸事でもね、どんな道でもそうなんですけども、きちんと基礎を固めて稽古をすれば全ては美しく見えるんですよね。だからこれが乱暴に見えるとなると、それは単なる暴力であって、きちんと学んできちんと心技体を整えると、それは武術、芸術に近いものになるというふうに思うんですよね。まあ、ですんで、ヌンチャクの動きも強い人っていうのはきちんと稽古してますから、すごく美しい。演舞っていうのがありますけどもね、あの舞台とかリングの上で自分の型を披露するものなんですけども、あの技の美しさっていうのは、いや本当にね、強い人の象徴なんですよね。で、現在 YouTube で竹原チャンネルっていうのがありまして、これは元プロボクサーの、それからミドル級チャンピオンのね、世界チャンピオンの竹原さんっていう方がね、そのガチンコマッチョクラブでも有名なんですけど、ガチンコファイトクラブかテレビでやってましたけどね、その竹原さんでもうすぐ50になるんですよ。で、今ね、喧嘩自慢をスパーリングで叩きのめす企画とかをやってまして、ものすごくアグレッシブなんですけども、竹原さんのシャドーボクシングのフォームってね、未だに美しいんですよ。あの美しさがある以上は、誰がかかっていってもやっぱりかなわないでしょうね。ということなんで、言葉遣いにしてもそうですし、精神状態もしてもそうですし、あとやっぱりね、こう格闘技にしてもそうなんですけども、美しさと強さってやっぱ比例するのかなと思っちゃいますね。悪い使い方をしようと思うと、やっぱり美しさから離れていくのかなと、乱暴になっていくのかなと思いますね。はい、それでウィッシュの話なんですけども、ウィッシュね、結構ね、何でも買えるんですよ、食品以外は。もちろん、あのカンフーの武器もたくさんあります。私もたくさん買いました。で、カンフー着ですよね。それから道着ですよね。アパレルも結構あるんですよ。まあ、ですので、私普段着がウィッシュのものが多いですね、やっぱりね。ウィッシュっていうのは大体、あの中国のアリババっていうマーケット、通販のアリババっていうマーケットがあるじゃないですか。あそこの多分仲介だと思うんですよ。アリババで直接買わない人がウィッシュを通じて買うっていう感じじゃないかなと思いますね。で、ヌンチャクもあのゴム製のやつがありますんでね、ゴムのラバー製のやつで練習するといいかと思いますけども、やっぱり軽いとね、すぽろげちゃうんですよ。ですので、私はステンレスとか木のやつを、しっかりとしたやつをね、ずしっと重いやつを買って練習しました。で、練習の仕方はやっぱ独学ですね。 YouTube を見て、ヌンチャクを教えてくれてる YouTuber さんがいらっしゃいますんでね、それを見ながら少しずつ練習していきました。耳のあたりをフォンフォンと通り過ぎるんで、やっぱり当たると痛いんですけどもね、痛いからこそ当たらないように上手に練習になるのかなと思います。まあでもね、顔にガーンと当たることはあまりないですよ。それこそめちゃくちゃ乱暴に振りますとなっちゃいますけども、やっぱりフォームをね、小さく鋭くやっていく、要するに美しさを心がけていくと、そんなに大きな怪我なく覚えていけると思いますよ。はい、それでは今回はね、そんなとこですかね。また動画を送ってください。ありがとうございました。